番のきっかけはその2年前に海外を約12カ国ぐらいさ回らせてもらった。やっぱどこ行ってもその地元の大臣の人たちに日本ってどんなところなのって聞かれるんですよ。でやっぱ俺は、島国で何も答えらんなくて、実はやっぱ北から南までポイントいっぱいあるのに、俺はやっぱ東京で生まれて関東でしかサーフィンがあんまできないし、自分のその国のサーフィン以外の文化とかも含めて全然知らないなって。旅の始まりはいつもワクワクする。これからどんな人と出会えるのか、これからどんな波と出会えるのか。あの先っぽできんじゃん。できんじゃん。サーフィンをしながら日本を巡る旅、僕が最初に選んだのは種子島。よし、あーいい波。種子島は最高の波で僕を歓迎してくれた。移り変わる季節を感じ、自然を見つめ、波と言葉を交わし、人と出会い、語り合い、笑う。サーフィンをしながらそんな旅がしたいと僕はずっと思っていた。ちょっと待ってね、ケンジ君いるから。もしもし、どうも、はじめまして。あ、坂口と申します。はい、朝来てください。はい、ぜひ。寂しいね。いい人たちだったね。海は間違いなく何かを教えてくれる。強さだったり、優しさだったり、尊敬だったり。そして人間は小さい、自然はでかい、ということも。日本は美しく豊かな海に囲まれた島国。南から北まできっといろいろな場所にそれぞれ違う波があり、暮らしている人がいる。そこに行かなければわからないこと、行ってみて初めてわかること、歩いて、見て、出会って、感じて。これ超おしゃれだ。サーフィンをしながら海の上から日本を見てみたい。僕が生まれ育った国、日本をもっと知りたい。僕の新しい旅がいよいよ始まった。寒いよ、息白いもん。すぎます。ホッケうまそうだね、カレー。綺麗だね、光。やべ、
ここで躊躇すると行けなくなりそうなんで。前半の集大成ですね。これが。この間良かった。よし、行ってやっす。